したんですけど。3番出てる。喋んないときは4番の MC。 ちょっとはあ、わかりました。いいですか、ちょっとじゃあ紹介をします。もう団塊の世代ってよく聞かれてると思うんですが、我々の頃もですね、非常にギターが流行りました。もう禁じられた遊びだとかそういうことでですね、ギターを始めたんですから。ね、で今日ここに来てですね、いろんな音楽聴いてて、いやー、やっぱり続いてるなと思います。で私はですね、三重県の四日市からつくばの方に引っ越してきたんです。定年を迎えましてですね、もう3年になるんですが、それで今はノバホールで弾いたりしたりすることあるんですが、近くのレストランでですね、演奏会やったりとか、自分のマンションで演奏会やったりだとかやってます。で、ちょっと映画音楽を一緒にですね、アルハンブラ思い出まで弾いてみましょうか。ちょっとギターのクラシックギターでちょっとお楽しみください。最初はですね、南米の音楽が先からあるんですが、私も南米の曲から始めたいと思います。エボカシオンって言って祈りっていうやつですね。なんだっけ、ちょっと名前忘れました。なんとかベルリンの作曲。死ぬ。元気だね。死ぬ。もう今日汗かきすぎてもうグロッキーなんだけど。音入ってますかね。入ってないね。ランドってあとどのぐらい？この後キャプテンやって。自分で聞こえないんだけど、聞こえてますかね。聞こえない。音が全部抜けていくんですね。キャプテンやったら、あとじゃあこんな時期だから行っちゃったらいい。何？じゃあこんな時期だから行っちゃったら今ハマってる。いいことだ。いいや
わかりやすいよね、あの性格で。じゃあ、何時かな。ひまわり、行きましょうか。ひまわり。イエイ。いい表情ですみおちゃん。いつもながら。だってさ、今日私ずっとこっち座ってこっから座ってたじゃん。だから、多分。
ちょっと別にそんなずっといつも一緒にいないよ。じゃあ最後にあのアルハンブラの思い。イエイ。イエイ。これもろ、これもろ、イエイ。これもろ、イエイ。これ系の右手って練習しました？しません。しません。最初からやらない。最初からやらない。もう分かってるから。分かってるから。難しいですよね、これ。何年の規則正しいのしかできないから、俺は。あ、まあ、あれも難しい。あのフィンガーピッキングのどん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 、あれも難しいですけどね。いや、あれは慣れなんて簡単なんですよ。慣れれば、あれは3フィンガーできれば誰でもできる。あ、そうですかね。でもフィンガーで右手の方がかなりシンコペーションするじゃないですか。いや、一緒でしょ。3フィンガーですよ。ただ小指使うだけで。あー、はい。
これで終わりました。ありがとうございました。これなんか自分のね。アルコール入ってますよ。元気だな、小学生は。